トの買い方、チケットが買えるの、紙チケットをくれます。懐かしいと思って、ホテルで今日はディズニーのオフィシャルホテルに泊まった時のチケットの買い方 How to をやっていきたいと思います。この前動画にもしたんだけど、チケットが取れなさすぎてセレブレーションホテルに友達と泊まったのね。で、その時にチケットどうやって買うんだろうって思って、そのやり方をいろいろ自分で学んできたから、こうやって動画にして紹介したいと思います。多分知ってる人も何人もいると思うんだけど、知らない人もいるだろうから、ちょっと動画にします。まずルールとして、ディズニーのオフィシャルホテルに泊まったら、その宿泊する翌日、次の日のチケットが買えるのだから、本当だったらさ、ホテルに泊まる当日のチケットが欲しいところなんだけど、なぜかホテルに泊まった次の日のチケットが買えます。ホテルに着いたらチェックインの紙と一緒にチケットの申し込み用紙、なんか買う用紙をもらえるのね。でそこには、何月何日のチケットが欲しくて、でチケットを買う人の名前を書かなきゃいけないの、もう全員分、人数分ね。でディズニーランド、ディズニーシー、どっちのチケットがいいかっていうところにまずチェックをつけて、で下に、チケット転売しませんとか、なんかそういったなんか利用規約みたいなのにチェックをつけて、でチェックインする時にそれを一緒に出すだけ。そうするとその場で、じゃあ明日のディズニーランドのチケット2枚で合ってますかって言われて、合ってますって言って、その場で精算して、ディズニーホテルは紙チケットをくれます。ホテルの人にこのチケット買うのってチェックインする時じゃないと買えないんですかって聞いたら、当日の朝まで全然買えるらしい、チケットは。だからチェックインする時にそのホテルのチェックインの用紙とチケット買う用の紙2枚渡されるんだけど、まずチェックインの用紙だけ書いて、チェックインだけして、部屋に帰って、ランド、シーどっち行くって話し合って、次の日の朝その紙を持ってフロントに行って提出したら買えるらしい、チケットが。もうさ、このご時世本当にチケットが買えないから、私もついにホテルに手を出してしまったんだけど、ホテルに泊まると楽だね。フロントでチケット2枚ですか、ランドとシーどっちがいいですか、ランドがいいです、かしこまりました、じゃあいくらです、はい、紙チケットですどうぞ、みたいな。懐かしいと思って、ホテルで、いやこれ懐かしいみたいな。ってことで、かなり短い動画だったんだけど、ディズニーのホテルに泊まった時の翌日のパークチケットの買い方は今の流れです。かなり簡単だった、思ったよりも。だからもしみんなもホテルに泊まる機会があったら、今日の動画を参考にしてみてください。ということで、本日も見てくださってありがとうございます。 Thank you for watching。 またね、バイバーイ。